戦いを演じてくれました。マツダオールスターゲームプラスホームランダービー。それではどっちかって言ったらホームランを打ってるんですよ、はい、だからどっちかって言ったら引っ張ライトに打つっていうのがなかなか少ないんですけども、うん、だから最後に言ったセンターのやつホームランっていうのは、まあ、大谷選手らしいセレモニーへと移ってまいります。ですね、柳田も思わず驚き、そして叫び柳田対大谷の、さあ見事な当たりを連発しました大谷翔平選手。大谷翔平見事ウルフプラスホームランダービーで優勝しました。北海道日本ハムファイターズ大谷翔平選手の表彰式を行います。マツダオールスターゲーム2016第1戦ウルフプラスホームランダービー、見事ホームランキングに輝いた大谷翔平選手にはウルフプラスのブランドオーナーであるトレジャリーワイルステーツカントリーマネージャートラビス・ブラウン様より優勝賞金50万円と副賞のウルフブラスゴールドラベル LPB オリジナルスパークリング100本が授与されます。ゴールドラベルは世界で8000人の受賞歴を誇るワイナリーウルフブラスのプレミアラインでベストな栽培地のベストな品種にこだわって作られ、まさに勝者にふさわしいワインです。高まってきました。さあそれではホームランダービー、それではこれよりインタビューをお聞きください。優勝インタビューです。福岡ヤフオクドームにお越しの皆さん、見事第一戦のホームランダービーを制しました、パシフィックリーグ北海道日本ハムファイターズ大谷翔平選手です。おめでとうございます。最後後がないところでも見事なホームランでした。はい、打ててよかったです。今回投手での選出ながら初出場での初優勝、今どんなお気持ちですか？さあ、投手としてファン投票でも選んでもらって本当に投げれなくて残念なんですけども、こういったところで盛り上げられてよかったかなと思います。さて今日はですね、たくさんの野球少年もこちらに来ていると思うんですが、大谷選手のようなホームランを打つためのアドバイスをぜひお願いします。はい、いっぱいバットを振って毎日毎日練習をして、はい、ぜひ野球に取り組んでほしいなと思います。そしてこの後はいよいよ試合が始まりますが、大谷選手ご自身の意気込みを最後にお願いします。はい、途中からの出場になると思うんですけど、はい、チームが勝てるように精一杯頑張りたいなと思います。ありがとうございました。見事第1戦のホームランダービー優勝しました大谷翔平選手でした。今一度大きな拍手をお願いします。